はい、じゃあ今日はヘラクレスのケースの中にちょっと小バエが湧いたので、オアシスを掘りたいと思います。っていうのもちょっと変ですね。多分ね、サナギになってるか、全容じゃないかなっていうヘラクレスがいて、ちょっとね、そのケースにね、すごい小バエがね、湧いちゃったんで、もう、ちょっともうマットからね、出したいと思います。まあ、もう、一匹でもいると嫌なんで、もうそのケースのマットをね、早く捨てたいんです。早く捨てたいので、今日はちょっとオアシスを削って、まあ、どうなってるかわかんないですけどね。まだ幼虫、元気な幼虫かもしれんし、ね、全容になってなかったら、また違う普通のマットにね、戻したいと思います。じゃあちょっと久々にオアシスを削っていきます。もう適当です。下手なんですよ。これやっぱね、オアシスで何とか羽化をね、させたことがあるんですけど、やっぱりちょっとね、やっぱ自然様質のヘラクレスに比べると若干歪みが出たりとか、下手くそなんですよね、僕。ちょっと傾斜をつけて、ちょっとわかるかな、こっちが高いようにね、作った方がいいみたいですよ。まあ実際の様子も角を上にしてますので、ちょっと角度つけて入れて、よし、こんなもんかな。じゃあちょっと水吸わせてきます。じゃあ水を吸わせてきました。まあこんなもんでしょう。このケースは、100均で買った、シューズケースになります。これぴったり合うんですよ。シューズケースね。ダイソーなんかに売ってます。蓋もあるんで、こういう風にね。蓋もこれ、ここに隙間があるんで、ちゃんと通気もしてますので。はい。じゃあちょっとヘラクレスをね、どんな感じか、一回出してみましょう。ハエがもう、すごいんで、掃除機でハエを吸いながらね、出していきますので、さあ、入れよハエ。怖い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 、飛んでる飛んでる、急げ急げ、ハエの合体動画なんだ。はい、じゃあヘラクレス出してみよう。多分ね、こう雰囲気的にね、サナギになってはいるんじゃないかなと。良質はありますね。全容だったらちょうどいいですね。で、これね、孵化から1年なんで、早いんですよね。グラムも測ってない。12月にマット交換しようと思ったら、もう養殖ができてたんですよね。今3月ね、ちょうど1年ですけど、1年でもしかしたら、羽化してるっていう可能性も。じゃあ、いきますよ。オープンしますか。オープン。お、やべ、羽化してる。え、あ、メスだ。メスだった。これ大ケースで飼ってたのメスでした。うわー、マジか。ヘラクレス、メスが出てきた。なんだこの人工養殖用したのに。ゲゲー。判定ミス。羽化したてかな、まだこれ。ちょっとびっくりだよね。もうまだ弱い。いやー、オスだと思ってたらメスだったー。ってことはでかいんじゃねえか。初めてですね。この間、ヘラクレスが死んじゃったっていうね、ちょっと悲しい動画作りましたけど、それの子供なんですよ。第1号。70ミリありますよ、これ。多分。ほら、縮まった状態でこれだもん。70ミリぐらい。見えます？ 70 ミリあるよな、これ。これ顔伸ばしてたら、ほら、
顔伸ばしてわかるんでしょ皆さん。オスかと思ったらメスだったー、びっくりー、道理で早いと思ったよ。慣れたんだけどな、しもたな。ほらオスって書いてある、まさかのメスでした。はい、というわけで、せっかくねオアシス作ったんですけど、まさかのメスでした。こんな大ケースまで使って、うん、まあこういうこともありますよね。判定ミスを、見事に判定ミスをしてしまいましたという動画です。それでは終わります。また見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。はい、それでは、はい、お待たせしました。それではヘラクレスの幼虫の抽選会を行いたいと思います。はい、はい、じゃあね、毎度のごとくガラポンを回していきたいと思います。やりやすい位置に持って、これがいいか。待てよ、では待てよ、では、はい、準備はいいですか。うん、それではヘラクレス幼虫抽選会始めます。それでは、はい、まず最初の1名様お願いします。どうぞ。こっち回し、そうそう、そっち回し、ゴー。え、そっちじゃないんだ、反対。抜けに、さあ出るか出るか、さあ それでは、さようなら、バイバーイ。